どうも、いわきの妹、こと小名浜一人暮らしです。さて、今日発表していくのはいわき市のオカルト現象トップ3です。Shall we go? ナンバー3、ナンバー3は小名浜のネッシーでございます。あの神秘的な恐竜のような超常生物ネッシーがなんと小名浜に実在したのです。どれどれ、どこにいるのでしょうか。あ、いたいたいた、ネッシー首を海から出してるじゃない。続いてナンバー2、ナンバー2は遊覧船に潜む顔なし男。優雅に佇む遊覧船の中になんと決め込んでるワイルドでダンディーな男性がいます。ただ近くで見てみると顔がありません。そして栄えあるナンバーワン、ナンバーワンは2つのマリンタワー。マリンタワーって1つしかないはずだよね。でもなぜかマリンタワーが2つ存在しているのです。これはどういうこと？はい、というわけで今日発表したのはいわき市のオカルト現象トップ3でした。